厳然としてあるわけであります。そういったものが曖昧になりながら日本という国は歩んできました。ここで平和研という組織の中では、こういう学習会を通して本当の歴史というのを学んで、これからの日本の在り方、平和の在り方というのを考えていくべきではないか。そしてその意味においては、相手方、いわゆる韓国における人々の生き方とか物の見方、考え方、あるいは歴史の受け止め方、そういったものをしっかり学ぶということ、学ぶということが前提となって、これからのものあり方というものを正確に考えていくという、そういう趣旨があります。今日はそういう趣旨で私たちのこの会が開催されたわけであります。ただいまからですね、順番に先立ちまして、よりまして、会を進めたい、させていただきたいと思います。なお、この列の一番最後の方にですね、会費を支払いたい方は受け付けておりますので、もう未納の方は別に納められた方については問題はないですが、未納の方もですね、まだ次でもいいわけですが、今日、ということであれば受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日の会というのを今から始めますが、今日はですね、本当は60、70名というものが予定されておりましたけれども、美濃における軍事基地反対闘争ですか、それから強権集会、いろいろなものが、それからご存知のように国体ですね、国体の方にも私たちのグループによる政治家の人、県会議員の人々とか市会議員の人々とかいうのが全部向こうに参加しております。それあれやこれやで今日の参加も危ぶまれておりましたけれども、こうした形で集まっていただきまして、まず感謝申し上げます。それでは会の平和研の役員はですね、顧問が5人と共同代表が5人おります。そして私も共同代表でありますが、事務局長にをしておりますが、兼務しておりますが、そういう役員の中で顧問の木村先生をですね、ご紹介しまして、この会を代表してのご挨拶を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は3年半前に鹿児島大学を退職して、沖縄の方にですね、活動拠点を移して、現在に至って、おります。五輪の顧問の一人にさせていただいているんですが、この間ですね、あまりご協力ができなくて申し訳ないと思っているところであります。で、今日のですね、メインの講師の、釜山大学の、ジョン・ヨンハ先生とは、実は4年、5年前にですね、ジョン先生が鹿児島大学にですね、1年間研修で来られてまして、その時に知り合いになって以来の付き合いということであります。ちょうどですね、私が授業で東アジア共同体の講座などをですねしてまして、その講座にも何度も参加していただいたりですね、僕は原爆問題とかもやってるんですけれども、被爆者の問題にも関心を持たれてですね、僕の授業にも出ていただいたということがあります。またその東アジア共同体の講座にはですね、山口会長と今日通訳をしていただく工場先生にも来ていただいて、それがご縁でですね、実はジョン・ヨンハ先生に、誘われて、山口さんと私が釜山大学ですね、報告というか講義というかさせていただく機会がありましたし、工場先生もね、その後また釜山大学で、ね、講義をされたとお聞きしております。それで久しぶりにですね、鹿児島でですね、昨日霧島の遊水町の方でですね、講演とかその前回ご一緒して楽しい人をね過ごさせていただいたということです。今日のタイトルはですね、日韓関係と東アジアの平和、日韓共存と葛藤緩和を中心にということでお話をしていただくということです。
まあ、昨年2月のね、ウクライナ危機紛争の発生以来ですね、今度はその戦争といいますか、そういう紛争がですね、東アジアに移ってくるんではないかという形で、まあ、台湾有事を中心に東アジアの危機が語られていますが、実はですね、朝鮮半島もですね、いろいろですね、緊張がまた再びですね、起こってきているのではないかという兆しをですね、感じております。現在もですね、ユン・ソンミョル政権は日韓関係の改善には努めたんですが、北朝鮮との関係はかなり厳しい政策をとっていますし、日米韓軍事同盟、三国軍事同盟の動きを、ね、ジーソミアの締結をするなど強めて、いて、まあ、中国包囲網あるいは北朝鮮に対してという形で、抑止力強化をですね、中心に進めているということがですね、非常に懸念されるところではあります。ただ日韓関係につきましては、今日はジョン先生からまた詳しいお話があると思いますけれども、かなりこう情報をですね、韓国側からするという形で日韓関係が少し良くなっているという現状があると思います。関係改善に資するところは僕はいいと思うんですけれども、ただそのやり方が韓国内でやっぱりある程度反発を受けているということもあるので、まあ、そこら辺の微妙な問題もあると思いますけれども、今日ですね、その辺も含めてですね、ジョン先生にね、いろいろ詳しいお話ができるものと期待しております。今日はですね、ジョン先生のお話を最後はですね、期待して楽しみにですね、聞かせていただきたいと思います。ではこれでご挨拶を終わらせていただきます。それではですね、改めて講師の紹介をいたします。一番上席に座っていらっしゃるのがジョン・ヨンハ先生であります。釜山大学の方で教鞭をとっておられまして、現在釜山大学名誉教授ということで、そのどんな平和学関係の活動をされているそうでございます。皆さん方のお手元にですね、後ろの方に経歴が書いてありますが、釜山大学の政治外交関係に卒業されたということであります。途中は大統領顧問などもされまして、かなり知名度も韓国では高い方であります。釜山はですね、330万人といいますかね、釜山市は人口があるんだそうです。で、釜山大学は生徒が3万人、教授かれこれで3000人ということでですね、非常にこう大規模な学校大学でありまして、なかなかですね、こういう機会は、あまりなかったので、今日はいい機会だったなと思っているところであります。非常に韓国の情勢はもちろん詳しいわけでありますが、日本の鹿児島大学でもですね、教鞭を非常勤で取られたということもあります。韓国語で喋られますが、日本語が全くわからないのではなくて、ある程度私たちともですね、意思の疎通ができる方であります。でも語学のために今日は朝鮮の言葉、韓国語ですね、韓国語でおしゃべりじゃないですね、講義をしていただきたいなということでございますので、よろしくお願いいたします。通訳の方がですね、それこそもう一つの裏に書いてありますが、東条翔さんと言われます。で、これはこの人は中国延辺大学というところを卒業されて、さまざまな経歴、京都大学や名古屋大学というところでも学問を積まれまして、現在国際大学の鹿児島県の国際大学で教鞭を取っておられます。経済学とか、一部英語なども含めて、さまざまな活動されております。語学はですね、一体どれぐらい喋られるんで、マスターされておるんですかと言いますと、母国語は中国語です。ですから中国語、そして日本語、そして朝鮮語ですね、あと英語とロシア語などを話をされます。
どんな頭をしているのかよくわからないということですが、非常にびっくりするぐらい語学が堪能でありました。日本語もですね、私なんかよりずっと綺麗で、そしてまた正確な言葉を使われますので、昨日も有線上で聞いとったんですが、非常にこう聞きやすいですね、そういう方であります。今日はですね、そういう意味でぜひよろしくお願いいたしたいと思います。それではお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。私は韓国から来た社会活動を今日の表彰を申し上げるようになってお越しください。오늘제가이발표를하는이유는요제개인적인이야기인데요또한국사람이일본을보는하나의관점이다또한국인은정치학을좋아하는학자가일본과역사를보는하나의시간이다그런관점에서여러분들이들어주셔서여러분좋겠습니다。今日私話す内容は主に一人の韓国人として、そして韓国にいるそれぞれの方々の考え方とか、一応それをまとめてこの講演の中でお話しするつもりです。あ、いいね。一つ、それが書き上げたことが伝わるかもしれません。韓国が日本に入れる国に行ったら、韓国の人は일본은틀린다일본은맞다또한국은틀린다또양국자체가서로틀린걸이야기를하면서할점이많은데오늘제가이발표는서로다름을한번보자라는이야기입니다다름을보면서이해를하면서좀더서로공유를할수있고서로협력할수있는그길을찾는발표라는게이해를해주시면좋겠습니다。正直に申し上げますと、日本と韓国はお互いに今までよくいろんな問題があって、そしてそれに対してどちらが正しいか間違っているかという議論が多かったんです。しかし今日こういうような今まで来た対立とかお互いに正解というのは不明な中で、私は今日の報告を通じて、皆さんはよりお互いに理解し合い、そしてそれを前向きに行っていくその姿をこれからもしできればなというのが願いでもあります。그런데지금부터혹시발표를시작하겠습니까？では、これから私の発表を始めさせていただきます。이발표는한일간의갈등과국제역사와연계층을분석하면서평화의길로나아가는것을목표로합니다。私のこの発表は、日韓の間で葛藤と対立の歴史とその問題を分析し、平和の道を進むことを目的としております。また、政治部에서는、한일관계역사를개관을하고、합적세와통일의시기와승기를바라봅니다。まず第1部では、日韓関係の歴史を改ざんしながら、期待と共存の時期と、その제1부에서는왜이런갈등이지속하고있는가하는이유를분석합니다。第2부では日韓関係の間で協力と共存に向かうためにその葛藤を持続する理由を主に分析します。결론으로는한일양국관계의개선을위하여무엇을어떻게해야할것인가를제시하게됩니다。結論においては、両国関係の改善のために何をすべきか
したいです。자유발의역사를어디서부터현재까지인류의스포트시장에서적대와공정과대화와그마지막으로그생명지배를했기때문에지금까지활동이지속되고있다라고봅니다第2の섹션이있습니다古代から漢との日本とのまあ関係は人類のそういう流れの中から見る意味であり、そして私たちそのいろんなことがあってお互いに対立したことにより、それをどのように見るかを、まあ、この歴史の視点からも一つ私が考えてここで発表したいです。じゃあ次のポイントです。이그림에서보는바와같이아주옛날고대시는그개놈분석유전자분석쉽게말하면 DNA 분석입니다그분석에따르면개놈으로부터유전으로많은사람들이보내를했다그러니까개족과이제보내서는관계가깊다라는그런이야기입니다ここで私が今言うところ地図を皆さんに見せているんですけれども、遺伝子の歴史から見ても私たち日本この島はやはり大陸や朝鮮半島から南へ行っていって分離しているものが非常に多いです。여기보는거이北海道나이런부분들은원래일본에서살던사람입니다여기本州대륙으로부터이화살표방향은많은사람들이대륙에서일본으로건너왔다하는것을보여줍니다ここで北海道が今入っているんですが、北海道は原住民が多く、そしてこの下にある青いご印なんですけれども、これは大陸を、それから朝鮮半島ですね、そこから流れてきた人々が多いです。どっち인연입니다2番目は人の縁です。ちょっと待って、英語が出るので、 AD 한600년경에되면신라와중국당나라가서로합쳐서왼쪽에있는백제를이렇게공격해서결국백제가망하게됩니다。これちょっと英語で書いてるんですけれども、シラリとそれからペッツェという地域、この下の黄色い色がペッツェなんですね。で最終的にはその戦いの中でペッツェはもうなくなるんです。この地図から、여기전쟁을할때그러니까シラは中国軍に합쳐서전쟁을할때일본에서는네번이나백제를도우기위해서그걸이루었고그당시만들었던데가440층이라고이야기합니다ここに시라기와중국도一緒になって시라기と백제도戦ったんですけれども、日本はむしろ백제を応援してその시라기との戦いをもう合わせると440回제가이이야기는바로백제그러니까한국과일본의관계가아주깊었다는것을말하고싶습니다。네여기서제가설명したい것은일본과조선반도との그관계가이かに深いかということを話したいです。다음은적대입니다。서로싸우는가하는그런단계입니다。次はこの敵対関係についてちょっと説明します。여러분은좀안보이시겠지만제가설명하겠습니다。이조선반도그대륙으로부터몽고군과그다음에고려군이일본을침략하게됩니다。1차침략2차침략서시마와백기성까지들어와서이일본에있는부녀자와아이까지도엄청나게살해를하는그런전쟁이있었습니다。
この今はちょっと津村は小さくて皆さん見えないと思うんですけれども、ここの、実は大きく言ってないですか、実は中国の大陸からモンゴル君がいまして、そのモンゴル君が朝鮮を経て、そして日本まで侵略したことがあるんですね。でその中でやはりお互いに朝鮮半島と日本とは憎しみ関係を生まれたのが事実にもあります。一体何ぐらいあったの？
これより朝鮮戦争以降の5年朝鮮空戦祭。この左側の図は朝鮮半島が日本に派遣した朝鮮通信の絵です。マクモの시대에중대에서の관계が안좋은것을이렇게해서교류를통해가지고평화로운관계를만들고했던조선의노력입니다当初は朝鮮はどうすれば日本との関係を良くするのかということで通信を、まあ、お互いにこう派遣したりとかしたりとか、多分江戸時代だと思うんですね。これは江戸時代に朝鮮通信が日本に派遣されたんです。제가그림을안그렸는데요일본같은경우에는이제조선은조선통신사일본은국사또는후방사라는이름으로다시조선에서로신선사령관을보냈습니다ここには書いてはいないんですけれども、朝鮮半島から日本には朝鮮通信と派遣したんですが、当初は日本でも朝鮮半島にいろんな方を派遣した歴史があります。이런것들이일본과조선의역사속에서의공존이다평화다라고이야기합니다。これについては歴史上では日本と朝鮮半島ともお互いの共存するための一番いい平和な時期だとも言っております。이오른쪽그림은외관입니다。외관この右側は外国人が入った時の今の、見るとちょっと外務省みたいなそういうエリアです。アプスセが이야기한것같이한국한반도의해안에일본많은이제배적이이제나타나는그런경우에조선에서는그런것을토벌하다가이제평화로운길을가자라고하면서오히려이제이사람들이무역을하고또장사를할수있는그런조건을한국땅에만들어줬는데그한국땅이지금의마산부산当初日本ですけれども、いろんな海賊という表現がありました。朝鮮半島がね、なぜかというと貿易するときにいろいろな武力を使ったり悪いことをしたりしていて、でそれを朝鮮半島では当初は馬山と武山とかそういう地域を無料に日本側に貿易できるように提供したようです。이자체를외관이라고하고요외가지금의적편일본입니다일본사람들이거주하는지역을한국에만들어주면서서로무역을하고서로경제적인활동을하도록했던것입니다그런에리아와日本人だけがここに住んで、そして彼らはここで貿易をしたり自由にあるように和の国というあるいはねつけたり漢という領事館の漢ですけれども、使ったこのエリアの全体像でもあります。자다음단계는이제연급화입니다이렇게공적의시기를지나는것이아까삼포그러니까이마산부산출산에이렇게개수를시켰던외관자체에서일본사람들이더많은이익을달라고하면서이제우리한국에서그삼포외환을하게됩니다그다음에일본사람이나한국사람은누구나다잘알고있는인증외환이내기를하게되면서공존의시대는지나가게됩니다当初貿易を行った時に日本側はもっと利益を欲しいというね、そういう要望がありまして、結局は馬山と武山といつも港なんですけれども氾濫が起きたんですね。でそれを歴史上では1510年の三方和乱というんですか、日本では韓国では三方和乱というんですね。でその後また
1592年には人心の乱、これは日本でもよく知られているのではないかと私は思います。次、ペロールそういう新宿主義は集中している時に일본은네덜란드라든지포르투갈을통해가지고서구화하는그런노력을보입니다そしてその16세기そのあと17세기から日本はちょっと朝鮮半島と違った道を歩くんですが、それはやはりヨーロッパとの付き合いが多くなりました。일본은메이지유신전후해서미국아메리카와그리고편의제동이죠아메리카와불평등조약을맺었지만서양의요구를적극적으로수용하려는한편이에반해서조선한국자체는유교적인가치관에갇혀가지고개발을하지않았습니다특히일본은메이지신의전후ですけれどもアメリカの不平等条約を結んだり、でありながらまた西洋の文物をね積極的に取り入れていたんですが、しかしもう一方では朝鮮は儒教もそういう価値観に非常にこう根強くあまり介護しようとしなく結局反対されたんですね。이런조선과일본은서양세력에대해서선택이달랐습니다でこのように朝鮮と日本は西洋の勢力に対する選択は全く異なった方法を取りました。일본은근대화에적응을한반면한국은세국으로나아갔습니다で日本は近代化に適した道を選択したのに対して朝鮮は閉鎖的な方法を取りまして違った道をたどりました。그결과일본은과학에대한공격을바탕으로해서세력을확대하고20세기말까지한국등아시아국가로침략을해서이런것을진출이라고했습니다その結果は日本は強くなりまして、特に経済力と軍事力が非常に拡大して、その後20世紀になった時には韓国とアジアを侵略した。日本ではこれを進出とも言います。여러분들이이그림을보면상당히자랑스러워하는그림입니다これは日本人にとってはこの絵は非常に誇りが持てるような図だと思います。이빌은한국의첫화합입니다요이신というのは当初の韓国を侵略した最初の一つの日でもあります。그서양그외가침략을할때그러니까싸우지않고평화를화해를갖다하는것은오히려우리나라를팔아먹는다매고가는행위라라고비서를시키면서한국의조선에전국곳곳에있는비서를시키면서세국으로나갔다고当初はこのような日は朝鮮半島ではたくさん建てられて、そしてこのいかにこう西洋と和を主張するか、そして私たちはそれを新鮮という形で今朝鮮半島とかいろんなアジアをね進出しているんだということを一つ示した日でもあります。反面に일본은개방을해서다른지세계로나아가는그림이바로이런것입니다요코하마에서출발을해서세계로이렇게돌아가는데이제출발범위는요코하마에서출발해가지고샌프란시스코그다음에이제워싱턴영국그다음에유럽의여러나라를갖다거쳐서돌아온것이그21개월동안서양의나라를전부견문을하고보고개막을하게됩니다12개국을돌아옵니다21개국이고12개국ここに上も
図なんですけれども、横浜を一番上のところなんですね。そこは横浜を出発して、そして香港経由で、まあ、地球を一回りをして戻ってくる。下を見た時も皆さんもご存知のこの真ん中あたりの横浜ですね、日本の地図で。そこからサンフランシスコを経由をして、また地球を一回りしてヨーロッパ、イギリス、そういう経由をしてまた戻ってきました。でそれは時間的には21ヶ月と国は12カ国になっているんです。아니아니이렇게출발샌프란시스코워싱턴이렇게돌아네맞아요그걸이해했어요자다음에이제우리가가르치고있는갈등과대립입니다지금은갈등과대립입니다자일본은근대화이후에전쟁청일전쟁과레일전쟁제1차세계대전에서한번도패하지않고전쟁을승리라는인식이정착을하고이날자기홀을이긴인식이조선을식민지지배를하게됩니다このようにして日本は近代化以降このほとんどの戦争は負けずに勝利を収めました。そういう認識の定着することによって、どんどん優越感が生み始め、そして朝鮮を植民地支配にまで達したわけです。그러나일본은미국에지배하는것에서식민지지배는종결되었지만약자에대한우월적인인식은그대로남아있습니다しかしアメリカによって敗戦されたんですけれども、それで植民地も最終的には終わりましたんですけれども、ただ弱者に対する優越的な認識はそのまま残っています。今は日本の植民地では100年以上戦争が起こりましたが、その後遺症は한일간의갈등과대립이지금도계속되고있습니다네そしてその植民地100年以上経った今もですね、その後遺症は日韓の間での一つの葛藤として対立が続いています。이사실은일본의군국주의고요또일본이이제지배를하게될때한국국민들이3일만세독립운동을하다가한사진입니다こっちの左側は日本軍が当初朝鮮半島に入った時撮った写真であります。で右側は今の朝鮮半島韓国ですか、そちらの独立運動した人たちが集まって集会をしている場面です。현재세번째로이런게역사를봤기때문에1965년한일기본회담이후지금한일갈등이어떤것인가를이제보게됩니다3이入りますけれども、これは日韓国交正常化以降でも日韓葛藤はどのようにこうずっと続いたのをちょっとこれから見ていただきます。과거사문제를이렇게보면은요일본은식민지배에대한과거사사과와사죄를분명히했습니다그런데여기무라야마다마다스가굉장히그런것을지지하는것인데사과를했음에도불구하고아베수상자체가이런것을부정하는그런제발언을함으로써한일갈등을불체치겠다는측면이있습니다実は日本では、村山談話を通して、まあ、いろんな方々も、日本の植民地支配に対して非常に反省したりお詫びをしたりしました、謝罪の表明もしたんですけれども、しかし安倍、首相になってからよくこう日本の植民地支配は日本だけの過ちではなく当時の世界的な流れだと話
業し、それで結局あの日韓関係はいつも葛藤と対立が終わらないままにいました。역사문제에대해서인식의차이나次は歴史教科書の問題の差です。認識の差です。일본의공부과학서는정보의통일된개념가있는경우에는그것이기초해서기술을한다고하는검정기준을내세웁니다日本では政府の統一見解がある場合はそれに基づいた記述という検定基準を審査し行っていました。이런검정기준을통과하지않으면사실상교과서로서사용할수없기때문에강제기준이다라고얘기할수있습니다네それは結局は事実上ですね教科書として使用できないため強制基準とも言えるのではないでしょうか。여기서한국사람들은바로일본역사수정주의입장을갖고있다라고얘기합니다それで韓国側は、むしろ日本の教科書検定はある意味では歴史修正ものではないかなということで聞き出されているんですね。両国の関係が。다음은강제징용의문제입니다次は強制徴用問題です。국가와개인의관계에서차이가있는인식입니다これは国家と個人の間でも認識の差の問題です。국가が개인의청구권을대신해서결정을다하는것은부당하다라는국제법적인그런기준을가지고한국의문재인전대통령이이부분을반대합니다한국의문재인대통령과この 日本の 徴用問題政府が全部自分たちが決めるということは結局これは国際法にも違反するということを当初は主張して問題提起したわけです。その部分を我々は被害者中心主義だと言います。それについては韓国の文在寅は被害者中心ではないかという意見もあります。그결과신일철수이회사에대해서손해배상을강제집행을한다는문제때문에한일간엄청나게서로갈등이일어났죠そして문재인대통령의そういう賠償金に対する問題を巡って特に日本鉄道ですねそれに対しての賠償の強要は両国は非常に激しい葛藤の中に、結局はなってしまったわけです。이런양국의그갈등이계속되는중에이제한국윤석열정부지금대통령이정부가들었어일본의대응조치를포기를하고강제동원판결문제등을이제일본에게직접배상이아니라제3자변제안으로해결을지금진행을하고있습니다それで今のユン・ソンニョル大統領はこれに対して日本に対するそういう措置を放棄しそして3者の第三者が入ってそれを弁済する案を提出してこの問題をうまく解決しようとしたわけです。다음은그일본군정군위안부문제입니다次は日本軍の慰安婦問題について話します。정군위안부문제는한국에서는이문제가개인의권리를인정을해야된다라는입장에서있습니다韓国ではこの問題はむしろ政府というよりも個人の問題でして取り扱うべきではないかという意見があります。아무리국가가その합의를했다손치더라도당사자의동의가없는일방적인합의는
합의가없는권리는원치못하다는것이한국입장이었습니다文在寅は当初の自分の意見としては政府が何々言っても当事者の同意がないとそれは一方的な行為に過ぎないのでって言ってこれは合理的ではないという話をしました。当時その以後安倍首相は最終的に終結する時は1965年입니다최종적으로동결된선에서국가간의합의를한국이일방적으로구성하는것은옳지못하다라고이제이야기합니다そして日本側の安倍首相は1965年ですね、この最終的にこう両国が合意したことについて、一方的に無効だという、これはまた間違っているのではないかという話です。또이제한국윤석열대통령윤석열정부도정부는2015년한일기본협정에서위안부합의가유효하다그래서일본의그요구를통해서그합의를이행하는수속을지금윤석열정부가진행하고있는데이역시마찬가지로삼자의그변제안처럼한국의국가가이것을강제로보상을또는배상하는그런방법을지금진행을하고있습니다그러면3자가들어갔어요안되다고요3자없지요そしてユン・ソンニョル政府も2015年ですね当初の日韓慰安婦問題の合意があったんですけどこれはまだ第三者が入っていないので問題指摘しています。지금까지하여간의갈등의역사와갈등의현재를살펴왔기때문에이런제한일갈등대립이계속되는이유가어디있는가이런것을알아보겠습니다예それでは次この日韓の対立ですね、なぜずっとこんなに続いてきたかについてその理由についてちょっとこれから話したいです。한일간의긴유관역사중에서한일양국국민의내지하는상호불신감이있습니다이この日韓の間でこの長い歴史を通じて前でもちょっと触れたんですけど日韓両国には内在した相互不信感があると私は思っております。그것이아까이야기했던국리国리라는인식이있습니다つまり無国国立という一体感情が今も存在しています。그리고그삼포계란처럼일본사람들이한국의해안에와서이제일종의그대적같은행위를한것에대한반감이한국사람들에게있습니다